どうも皆さんおはようございます。工藤です。2月18日金曜日朝の8時50分です。はい、金曜日ということでね、はい、もう1週間も最終日ですよね。今週はね、3連休明けで、1週間が始まっているので、おそらくね、月曜日だりーなーって思ったところからスタートして、はい、今週金曜日まで来たかと思うんですけど、はい、もう最終日、ね、頑張っていきましょう。はい。私はいつも通り、暇なので、はい。昨日ね、夜喋りましたけど、Twitch でね、ちょっとゲームの配信を始めてみようかなという話をしたんですけど、はい。で、今日は比較的アニメもね、そんなに更新されたりしてないので、もう早速今日から、ホライゾン、ホビルウエストは、2作目というか、今日発売されたばっかの新作なんですけど、ちょっとね、配信テストと、一応ね、私1作目をプレイしてクリアしているんですけど、感覚をね取り戻すためにもちょっとこうね、復習も兼ねて、はい、ちょっと今日ね、ちょっと配信やってみようかなと思ってます。はい。ただいつやるとかっていうのは何も決めてなくて、とりあえず気分が乗ったらやろうかなと思ってます。はい。午前にやるか午後にやるかは、どっちかな。なんだかんだ午後な気はするけど、午前中も暇だったらやるかもっていう感じかな。時間あったらクドラジの収録もしたいなと思ったりしてるんで、ちょっとどっちをやるかは分かんないですけど、でもね、フォビドゥンベストもね、早く遊びたいっていうところもあるんで、もうパパッとね、テスト配信やっちゃいたいなっていうところもあるんで、先にそっちを優先してやるっていうのもありかもね。はい。あとね、金曜日なんです、金曜日関係ないか、今日朝ね起きたら、メールに通知が来てて、メールに通知っていうかメールが来ててメールが来てて、で気づいたんですけど、前に申請していた、臨時給付金、はい、が、振り込まれてました。はい。10万と5000円だね。はい。やったね。はい。結構早かったね。なんかもうちょっとかかるかと思ってたけど、だっていつだっけ、あれちょっと待って、いつだっけな、これか、2月の4日に、このクドラジでね、その給付金が、給付金が申請じゃない、給付金がもらえるよっていう話をして、で給付金の書類をね、書いたんですよ。はい。でその次の日とかその次の日ぐらいにもう郵便ポストにポイって入れに行ったので、2月4日2週間ぐらいか、意外と早かったな。はい。なんかもっと3月くらいになるのかなとかね、予想してましたけど、よかった、早いですね。はい。早めにね、やったのが良かったのかもしれないけどね。多分これから給付金申請する人もまたちょこっと増えてきて、どうなんだろうな、そもそも給付金もらえる人がそんなにいるのかどうかすら分かんないし、どのタイミングでみんな申請するのかも分かんないけど、早めに申請した方がいいとは思うけどね。私はもう申請して給付金も、受け取ったっていう形になるので、はい。10万5000円、有効活用させていただきます。はい、ありがとうございます。はい。一応今のところの使い道としては、まず
まあ、今日ね、18日いろいろあるんだよな、私にとってはね。まず、今日ね、楽天のご愛顧感謝デーで、プレミアムじゃない、プラチナ、ダイヤモンド、プラチナ、ゴールドの会員の方は、ポイントがアップする日なので、私ね、今日ね、8倍です、今日、楽天のポイントがね。なので、この高いポイント倍率の状態で、前々から言ってた Galaxy S20 をね、ちょっと購入していこうかなと思います。はい。うん。で、計算するとね、大体ポイントがね、3500円ぐらい。うん。だから、まあ、実質、46,500円ぐらいかな。うん。くらいで、まあ、買えることになるかな。はい。なので、まあ、給付金の約半分がね、スマホで消えてしまう、スマホの購入代金で消えるっていうことにはなってしまうんですけど、うん、まあ今回のこの Galaxy S20 に関しては、まあ当然ね、プライベートでスマホを利用するときにも当然使うんだけど、ポッドキャストの収録とか、まあ、私のね、このクドラジもそうだし、あと仕事でやってるポッドキャストの収録にも利用できるので、まあ、お仕事道具でもあるんですよね、スマホは。はい。だからそういう意味でも、まあ、ちょっとした投資みたいなものなのかなって思ったりしています。はい。スマホ2台体制でね、収録できると、まあ、いろいろありがたいところもね、あるんですよ。うん。その片方で収録してると、片方じゃない、1個で収録してると、もうスマホは1個しかないんで、あのスマホで何か調べたりとかできなくなるんでね。まあ、私は基本的にそのパソコンも起動して収録してるんで、まああんまり困ることはないっちゃないんだけど、ただその収録の際にね、パソコンってやっぱキーボードの音とかさ、マウスのカチカチって音が入っちゃったりするんで、そこが唯一のまあ欠点なんだけど、スマホだったらさ、こう、ね、静かにこう触ったりすれば、タップするだけでね、あの検索したりしながらいろいろ喋ったりね、できるんで、まあ、そういう意味でもスマホ2台体制、まあ、スマホ2台体制のメリットはもっと他にもあるんだけど、どっちかが壊れてもどっちかが使えるとかね、たくさんあるんだけど、まあそんな感じで、Android と iPhone 2台体制で、行きたいなと思ってるんで、まあ、うん、半分消えちゃうけど、まあ投資なのかなって思ってます。はい。であとはそうだね、あとはイヤホンですね。まあこれは投資なのかどうかはわからないけど、まあ普段使いもできるし、それこそ外にね、出かけたりする時も使える、あ、リンクバッツの話ね、ソニーのリンクバッツの話ね、うん、使えるし、まあ、仕事でも一応使えるっちゃ使えるか、うん、仕事道具でも使えるね。私は一応学校の仕事もそうだし、ポッドキャストとかもやってますけど、やっぱ音を聞いてね、音を聞いてとか相手の声を聞いたりするのがまあ仕事のようなところもあるので、うん、リモート会議もあるし、なので仕事でも使えるってことを考えると、まあこれも仕事道具と言っていいでしょう、いいでしょう。はい。なので、まあスマホとイヤホンは仕事道具ですね。はい。でもう一つ、これはさっきも言ったけど、ホライゾンフォビズンウエスト、ゲーム代だね。ゲーム代はそうだね、今のところは仕事道具とは言えないけど、これ昨日言わされたんだけど、ツイッチって、YouTube に比べてですね、配信者のその収益化のハードルっていうのが結構低めなんですよ。なんですよっていうか、らしい。うん。私もできてないんで分かんないんだけど、YouTube って結構その、なんだっけ、チャンネル登録者が1000人とか、あと合計の動画の再生時間が、何時間だっけ、4000時間とかっていう基準を満たさないと、収益化にそもそもならないっていうことらしいんだけど、Twitch っていうのはもっとこう、その収益化に至るまでのハードルが、
結構低いらしくて、うん、まあ、細かいところはねちょっとご自身で調べてほしいんですけど、まあ、私もその辺をちょっとこう考えてのスイッチの選択だったりっていうのもあります。まあ、昨日いろいろねあのスイッチを選んだ理由っていうのはいろいろ話したんですけど、うん、まあ、そういった理由もあったりします。はい、だから、まあ、ゲームね今回フォビドゥンウェストは、まあ、まだね収益化できてるような状況じゃないし配信もまだしてないんで今のところ仕事道具とか投資って言えるような出費ではないんだけど、でも今回このフォビドゥンウェストを購入することでツイッチで配信することでクドラジというかこのクドのね個人的な活動が収益化に至るようなことがあれば、まあ、それは投資だよね、うん、だから私としてはゲームの購入も、まあ、投資なんじゃないかと勝手に思ってるんだけど、ダメかなダメかな、うん、まあ、自分も楽しいし遊びたいしかつそれで収益が発生するんであればそれはもうゲームも自己投資なのかなって思ってます。はい、だからねまだ当たってないプレステ5も一応ね自己投資になる予定です。はい、うん、まあそんな感じかな、うん、今のところだから給付金で使いたいのはその辺かな。スマホ、イヤホン、ゲーム、まああとはそのあれね、Amazon でのそのお買い物のミッション、6万円お買い物ミッションが、まあ、6万円なんで、まあ、一応それに関しては、まあ、自分で払える分ぐらいのね、蓄えというか余裕はあるんで、全然給付金のお金を使う必要はないんだけど、まあ、そっちに回すってことも、まあ、できたりはするかな。まあ、Amazon のその6万円のお買い物ミッションっていうのは、キャッシュバックのための6万円の買い物なんで、なんていうの、6万円の買い物をしたら、1万2000円がキャッシュバックで返ってくるんで、実質4万8000円の支払いになるんで、まあ、うん。まあ、一応ね、大半は仕事道具になりそうなものとか、仕事の効率化に良さそうなものとか、うん、日々のなんか生活が楽になりそうなものをっていうのを考えて一応いろいろポチポチしてますので、はい、まあ、今日と明日ねまた届くんですよ商品が実は、はい、なのでなんかいろいろ紹介できたらなと思います。はい、うん、まあとりあえず給付金が振り込まれたんで使い道としてはそんなところかな、うん、ですね。あとは特に給付金の使い道はまあ、必ず使わなきゃいけないってわけでもないし、うん、今後またね費用を得ていくごとになんかまたあこれ必要だなとかっていうの出てくると思うしね、うん、それこそゲーム配信とか始めてみたらなんかいやこのマイクだとちょっと難しいなとか大変だなってなったらちょっとマイク買わなきゃいけないとかさね、いろいろ配信機材揃えなきゃいけないとかってなり始めたら、まあ、ちょっとそっちに回すとかね、うん、今のところ問題ないと思うんだけど、シュアのね3万超えるいいマイクもあるし、うん、問題ないとは思うんだけど、まあそこは実際やってみないとねわからないので、まあ配信始めてみてって感じかな。はい、そんなところですかね。あと全く関係ないんだけど、うん、全く全然これまでの給付金の話と関係ないんだけど、ね今日2月18日はですね映画アンチャーテッドの公開日でございます。うん、アンチャーテッドっていうね、確かそう今日映画の公開日だった気がする。待てよ、しかもソニーさんじゃん。あ、まあ、そうだよ、そうそう当たり前か。アンチャーテッドっていうねゲームがあるんですよ、私の大好きなゲーム。一番最初はプレステ3かな、うん、で私もプレステ3持ってたんで当時体験版かなやって、で結構最近になってそのアンチャーテッドシリーズって結構あるんですよ。なんだっけな、ゲームのシリーズはちょっと待ってよ、
チャーテッドシリーズは、ね、結構あるんですよ、うん、全部で4作ぐらいかな、4作3作ぐらいあるのかな、あって、で私はそのアンチャーテッドコレクションって言って、その昔の発売されたアンチャーテッドシリーズがいっぱい入ってるようなやつとかで、全部プレイしたり、あと最後のアンチャーテッド海賊、これは海賊王の秘宝だっけ、なんだっけ、海賊王と最後の秘宝かとかも一応ね全部プレイしてます、はい、うん、この辺もね配信とかできたらよかったんだけど、ね、もう遊んじゃったんでねうん、だからアンチャーテッド個人的には次回作とかもねかなり期待してはいるんだけど、うん、まあ、その、私が大好きなアンチャーテッドシリーズの、まあ、映画、実写映画が、今日公開になります、はい、PV もちょっとだけ見たんだけどね、さすなんかちょっとこう結構ねやっぱアクション、うん、面白いんだよね本当、ゲームはめちゃくちゃ面白かったよ。あ、2月18日日米同時公開なんだ、いや本当にね面白いよ、うん、ゲームもぜひやってほしいんだけど、ゲームちょっとなっていう人は、まあ、あの映画から入るのもありかと思います私は、うん、吹き替え誰なんだ、ネイサン・ドレイク役はね、あ、えのきくんなんだ、へえ。サリバン役は森川さん、うん、サンティアゴ・モンカーダ、誰だっけ、サンティアゴ、結構ねそのメインのキャラクターは、まあ、そのネイサン・ドレイクで、あとビクター・サリバンが、まあ、メインかな確か、あれクロエ・フレイザーって誰だっけ、ちょっと待って待てよ、クロエってもしかしてあれか、女の人かな、女の人かなっていうか、あ、これはあれかな、あれアンチャーテッドの、あの奥さんに当たる人誰だっけ、ネイさんの、ネイサン・ドレイクの奥さんっていうかもう彼女役みたいな人がいるんだけど、あれ書いてないな、ちょっと名前忘れちゃった、あ、まあ、とりあえず、メインの2人はえのきくんと森川さんがやってて、であとは、大塚明夫さん、サンティアゴ・モンカーダ役、あとはクロエ・フレイザー役が雨宮さん、であとジョー・ブラドック役が白石涼子さんっていう感じですね、はい、いやー見てーなこれちょっと、うん、いやーどうしよう見に行こうかないやこの手のねやっぱねアクション映画とか音がド派手な、あの映画はやっぱ映画館で見るべきだと私は思いますね、うん、行くかも、見に行くかもしれない、ちょっと、うん、あのね、どんなものか分かんない人に言うんだったら、あの、まあ、完全にね、あれだね、あの、なんだっけ、インディ・ジョーンズとか、あの、なんかあるじゃないですか、そういう冒険もの、あの、お宝は、なんていうの、トレジャーハンターみたいな、そう、古代の、その、なんか、財宝とかを見つける冒険家みたいな、ああいう感じ、本当に結構そっちに近いかなって気がします、うん、いろいろね謎解きとかもあったり、でアクションもあって敵も出てきて、うん、でそういうのが好きな人には絶対ね、あのハマると思う、うん、まあ一番は、ね、やっぱゲームやってほしいなと思うけどねまあちょっとゲームもね結構たくさんあるし、まあまあプレイ時間かかるんで、うん、まあ一気にさすがにプレイするのは難しいと思うけど、まあ映画で、うん、いいかなっていう気もするね。そう、結構売れてんだよね。そうそうそう。ちょっと海外のね、その俳優さんとかちょっとわかんないけど、でも PV 見た感じは本当になんか面白そうだなっていう気がしたんで、もし気が向けば見に行くかもしれないんで、はい、その時はあのまた感想をね喋れたらいいなと思います、うん、いや楽しみだね、うん、絶対に見に行くかって言われたら そこまでの約束はできないけど、ちょっと余裕がねあったら見に行こうと思います、はい。
私の近くの映画館でもやってるかな。一応やってそうだな。うん、よし、じゃあまあそんなところかな。はい、というわけで、今日の朝の配信はここまでにしたいと思います。はい、まあ、私この後ねアニメ見たり、ギャラクシー注文したり、ホライゾンゲーム配信したりするつもりなんで、はい、今日はよろしくお願いします。はい、それではまた次の配信でお会いしましょう。バイバイ。